ルールに守られてない感じですよね。それが本当ジャズでも、まあ、スタンダードの当たり前の曲演奏しても、で運転のマナーとか習慣も全然違うんですけど、まあそういうマナーとかコミュニケーションもまあそういう風にわざと、ね、誰かがそうしてるわけ、意図的にそういう風にしてるわけでもないと思うんだけども、まあ、当然ね音楽の演奏とか、まあ、ジャズの演奏なんか特にねそういうところ現れてるんですよね。その日本のやっぱりマナーとか習慣は日本っぽいジャズの演奏になるし、向こうのそういう車社会のそういうマナーとかもなんかよく現れてるなと思うんですね、向こうのジャズに。でアグレッシブですよね、すごくガーってアグレッシブで、まあアグレッシブがいつもいいわけじゃないし、必ずアメリカのものが何でもアグレッシブなわけではないけども、やっぱそういうところが目立つと。で意思表示がすごいはっきりしてるんですよね、まあ、こうするこう来る、まあ、それはマナーがいい悪いによしあし関係なく、まあ、どうしたいっていうのがはっきりしてますよね、躊躇しない。でマナーも悪いんだけども、じゃあ人が悪いマナー、周りの悪いマナーに対してもなんかそんなに、まあ、慣れてるっていうか、周りにいいマナーを求めないんですよね。例えば割り込みで入れてもらうと、そういう時に、まあ、多分日本だったら、まあ、ハザードでありがとうっていう合図しないと、逆にあいつ入れてやったのになんか挨拶もしねえでマナーのないやつだなって、まあ気悪くしたり怒っちゃうぐらいの人もね、日本だと結構いるんじゃないかなと思うんですよね。でそうだ、昔ね自分運転しててなんか車線がよくカーブになってるのかな、なんかちょっと分かりづらくて、ちょっと車線を間違えたっていうかはみ出たのか、それそしたらやっぱりね、後ろのなんか大きいベンツのお兄さんかなんか出てきて、ガーってドア開けられて、まあ信号待ちで止まった時に、それで、まあ、この野郎みたいにガーンってドアがぶっ壊れそうなぐらい思いっきり閉められたことありますけど、まあそれはそれがね、そのお兄さんがいいかどうかあれとして、ただちょっとマナーが向こうからしたら、間違ったかな、なんかしたことでものすごい許さねえぞっていう感じで来たわけですね。まあでもそんなのニューヨークだったらもうどこにでもあるから、もういちいち怒ってたらずっと怒ってなきゃいけないっていう話で、まあ誰も気にしない、まあそういう違いがあるんですよね。だからその車線変更で前に割り込みしたくて入れてあげたら、俺を言わなきゃ逆に怒っちゃうぐらいのねが日本ではあるけども、向こうは逆ですよね。その見返りを求める親切をしないっていうところがありますね、これは。だからそういう意味じゃなんか気楽っていうか、うん、こうしたらこうして自分がなんかいいことしたらいいことし返してくれなきゃみたいな感じで怒ったりはしないってことですよね。まあ、とにかくウインカーもなしでもう真横から、まあ、この間トニーとの対談でも話して、まあ、もうアップされてると思うんですけども、そこでも話したんですけど、まあ、真横からガーって入ってきて、それで、まあ、タクシーとかね、そうイエローキャブがガーって来て、それで横切ってすぐお客さんを止めるみたいな、あお客さん乗せる、まあ、そういうのもね全然あるんですよね。かと思えばね、いきなり煙突みたいな、まあ、映画とかで出てきますよね、マンハッタンの。それで道の中途半端なとこ真ん中とかにいきなり煙突みたいに立って、そこから煙がなんか蒸気が出てるとか、そういうのもあるし、かといったらもう膝ぐらいの高さの深さのもう穴ぼこが開いちゃって、多分まあ工事とかのあとちゃんと平らにしてなかったりとか、まあただ傷んじゃってるとかあるんだと思うんですけど、まあそんなのが至る所にあるので、まあバイクとかだったら本当にすぐ簡単に転倒しちゃうような、そういう穴ぼこが。で車でもちょっとぼーっとしてたら本当に車ぶっ壊れる、ガーンっつっていっちゃうぐらいの穴もあるんですね。だから本当に油断する暇がないと、隙がないと。だからで周りの車がどういうふうにアグレッシブに来るか分かんないから、まあ360度本当どこにどれぐらい近いところに車があって、まあなんかあった時に避ける、どっちに避けるスペースがあるかっていうのを常にね考えてる感じなんで、まあ神経結構マンハッタンの中はね本当すり減る感じがするんですよね。でまあ路面が平らじゃないですよね、凸凹だから、まあ、で特に自分の車は結構もう、まあ、下手ってたんで、ちょっとした坂道とか、坂じゃなくてもかな、ちょっと加速するとね
平らじゃないから簡単にあのタイヤがスリップしちゃうんですよね、空回りみたいな。で FF フロントで回してたから、特にちょっとした上り坂か、上り坂も空回りしたりとか、なんかまるで雪道走ってるみたいな、ちょっとした雪道みたいな普通の乾いた、状態で、まあそんな感じになったり、まあちょっと、あ、曲がれないな、曲がろうとしてもこういう風にまっすぐ行っちゃうなと思って、ちょっと調子に乗ってスピードもまあ多少出し気味の時もあって、そうするとあれか、グランドセントラルをね、地図上でいう、こうやって下から南から上がってきてグランドセントラルにぶつかる、なんだ、パークアベニューか、パークアベニューを、ダウンタウンから来てグランドセントラルのところでガーってこうやってね、ちょっと曲がるんですよね、あの曲がってこういう風に L 字になってるか、まあ、そこのところガーッつって本当に曲がりきらずにそのままギリギリのところで止まったっていうことはありましたけど、夜中かなんかだったかな、まあ、車もなかったんでちょっとスピード出しちゃったんですけど、まあそれぐらい、まあ、こともあって、まあそれはだから、まあ車の性能もあるけども、まあ路面もそれぐらいデコボコだっていうことですよね、荒れてるので、まあそんな感じで本当第5巻第6巻までね、研ぎ澄まさせて神経すり減るような感じで運転するという感じになるんですよね、向こうだと。まあ、日本だと本当にルールさえ守ってればある程度安全が保障されてる感じあるんですけども、ニューヨークだとルール、まあ守ってても安全が保障されないし、自分自身で自立してそれぞれが自分の安全を確保しないといけないと。まあルールは破ってもいいとは言わないかもしれないですけども、まあ破るんですよねみんな、まあ、日本のスタンダードから言うと全然ルールも、まあ、破る、まあ、ルールは破るんだけども、その破るからにはやっぱりみんな気をつけてて俊敏に反応する用意はみんなできてるって感じですよね。だからまあ周りがねアグレッシブな分怖い車が来ることに慣れてるから、本当にね自分が急いでる時に逆にね急いで慌てて進路変更しなきゃいけないと、そういう時があった時に多少その日本じゃ考えられないぐらい強引にやっても、まあみんな身構えててくれてるので、まあマナーは悪いけどその運動能力が高いっていうか、ちゃんと止まってくれるっていう、そういうなんか、まあ、変な信頼関係はあるので、まあ、結構安全っていうか、そのマナーと運転の荒さの割にはアクシデントは少ないんじゃないかなと、その割には少ないっていうイメージですね。でさっきも言ったかもしれないですけど、日本はマナーもいいしいろいろきっちり整備されてて、まあ、ルールさえ守ってればある程度安全保障されてるんですけども、もしねそういうニューヨーカーみたいな人が急に運転したら、まあ、すぐ事故っちゃうんですよね。みんなそんな車がいると想定してないから、そういう点でも、まあ、本当にニューヨークの運転っていうのはもう何が起こるか、いつ誰が何をするか分かんない、どっから誰が入ってくるか分かんないっていう感じ、ルールに守られてない感じですよね。それが本当ジャズでも、まあ、スタンダードの当たり前の曲演奏しても何が起こるか分かんない、突然テンポが倍ぐらい速くなっちゃうような感じになるかもしれないし、まあ、コードも変えられちゃうかもしれないと、勝手に違うコードが、まあ、飛んできたり、まあ、その時その時によって何が起こるか分からないっていう感じで、それに惑わされちゃいけないと。誰か言ってたな、もう誰かちょっと名前があれなんですけど、バイブ奏者だな、誰か、言ってたんですけど、インタビューで、まあ、ステージ上の中には間違いっていうのはないと、誰かがもし間違ったと聞こえるような音を出してもそれを自分がそこからうまく音楽にすることができるはずだと、まあ、マイルス・デイビスなんかもそういうこと言ってたと思うんですけど、まあ、だから本当そんな感じなんですかね、ちょっと大げさに言うと。何も間違いがないし、何が起こるかわからないし、で何が起きてもそこで動じないでそれに対して反応して自分の最善のことをするっていうのがちょっと似てますよね。でやっぱり日本の方がそのルールでちゃんと、ルールだったり約束こうしましょうって、圧倒的に例えば同じようなセッションみたいな感じのライブですよね、リハーサルのないライブをやってもやっぱり圧倒的に日本の方がどうしましょうか、これはどうしましょうか、ここで、これ終わったらこうしましょうかとかっていう、やっぱり相談したがる、決めたがる、プレイヤーが圧倒的にもう全然多いと思うので、まあ、そういうところもね本当に似てるなっていうか、そんな感じしました。まあ、別にルール破るのがいいことってわけじゃないと思うんですけども、まあ、ちなみにね、ちょっと長くなってしまうので一旦ここで、切ります、また後日改めて、続きをアップしたいと思います。ありがとうございました。